加熱する、ハブ、萌え、羽生結弦の BL、妄想小説が盛り上がるわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ソチオリンピックで、見事金メダルを獲得したフィギュアスケートの羽生結弦、その演技もさることながら、純正的な顔立ちと表情や仕草の可愛らしさから、 日本のみならず中国でも BL ファンから絶大な支持を集めている。また、新世紀エヴァンゲリオン、テレビ東京の怒り神事に似ていると話題になり、ブラグスーツを着せたコラージュ画像が作られたり、二次元から出てきたみたいといった声もあちこちで上がっている。そのあまりの人気ぶりに、中国のハブファンコミュニティでは純粋に応援したいファンが、BL 的な内容は厳禁、カップリングも禁止という禁止令を出すほど、 それほどまでに女子を引きつけるのはなぜなのだろうか。まず、最近話題になっているのは、ハブの高橋大輔と妄想小説。高橋がハブに片思いしているという設定のものや、高橋が酔った勢いでハブを襲ってしまうもの、体調の優れないハブを見舞いつつ、といったものまで様々。実際、テレビなどでも二人の仲良さそうなツーショットは多く、ジャパンスーパーチャレンジ2013では、 チームブルーの勝利が決まった時にハブが高橋に顔をすり寄せたりもしている。こういったスキンシップを普通に取れてしまう小悪魔的なところが、BL に登場するキャラクターたちと重なる部分があるようだ。週刊朝日、朝日新聞出版にも、美少年タイプのハブ選手とセクシーでワイルドな高橋大輔選手が仲良さそうにしているのを見ると、妄想が膨らんじゃいます。BL 歴10年の会社員というコメントが載っており、 タイプの違うイケメンが二人揃うとどうしても反応してしまうものだ。それに、単純に日本人同士で絡みも多いので、妄想しやすいというのもポイントなのかもしれない。また、ハブとはライバルであり、兄弟弟子でもあるスペインのハビエル・フェルナンデスともカップリングされているよう。2012年のフィンランディア杯で表彰台から降りるハブの腰に手を当て、さりげなく支えている画像や、 休憩中にハブのスマホを横から覗き込む姿などがネットで話題になっている。お互いにリスペクトして高め合っている二人の関係性や、練習中や休憩中など、無邪気にじゃれ合っている姿、ハビエルのハブを見つめる優しげなまなざし。そのどれもが妄想をかきたてるのだろう。さらに、ハブのヒラヒラキラキラの衣装も重要だ。その衣装を担当しているのは、アメリカの元フィギュア選手ジョニーウィアー。彼もまた、 妄想を刺激する人物だ。彼は衣装をデザインするのは男子では譲るだけ。女子やペアのデザインの依頼ならいいけど、僕はとても忠誠心が強いので、男子は譲るが最初だったから、彼が引退するまで彼以外の衣装はデザインしないという発言を残していることから、その密な関係性に興味を持つ女子が多いのだろう。ジョニーは、自伝である、ウェルカムトゥーマイワールドでは、 同性愛者だとカミングアウトし、同性結婚もしているので、思わず深読みしてしまうのかもしれない。他にも、ハブの憧れの選手でもあるプルシェンコが彼の新コーチになる可能性を匂わせたことも話題になり、現コーチであるオーサーもゲイだとカミングアウト済みなので、この三人をめぐる関係にも、三角関係か、と注目が集まっているそうだ。しかし、妄想をかき立てる最大の要因は、何と言っても、 その仕草やおちゃめな言動といったハブ自身の女子力の高さ。一部では、もしかしてハブくん、本当にお姉なんじゃないのという疑惑まで囁かれているが、いずれにしても、これからもその魅力でみんなの妄想力をかきたててほしい。羽生譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。 2018年、平正ラマサオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。